続いて今日の特集はつながり通信です。各週の木曜日は東日本大震災からの復興を支援する人々に関する情報をお伝えしています。今回は東松島からの現場リポートをお届けします。地元の人々にとっての希望の象徴が帰ってきました。こんにちは、ソーシャルツアーの千葉美由紀です。今回のつながり通信は東松島のシンボルでもある航空自衛隊ブルーインパルスが町に帰ってきたという話題をお伝えいたします。東松島にある松島基地、ここを本拠地としていたブルーインパルスは航空自衛隊でただ一つのアクロバットチームで、ダイナミックなパフォーマンスで多くの人々を魅了してきました。東日本大震災で基地が冠水し、ブルーインパルスは拠点を福岡に移していました。東日本大震災から2年が過ぎ、その間に基地の復旧が進み、3月末にここ松島に戻ってきました。有馬松島基地司令は、長かったという気持ちとあっという間だったという複雑な心境、東北の皆さんに夢と希望を、被災地の皆さんに被災前の日常を取り戻すお手伝いをしたいと、今回の帰還について思いを述べました。ブルーインパルスの帰還で盛り上がる東松島。東松島の人たちは喜びと希望にあふれる気持ちを歌にしました。それがブルーインパルス音頭です。あ、それ。つながる空を駆け抜けて、さかまく波を乗り越えて、その手と心つなげたら翼を広げ、みんなさん本当にありがとさん、切ないこともあるけれど、いっぱい笑顔のありがとうさん。今回あのブルーインパルス音頭を振り付けをしてくださった先生のご紹介をさせていただきたいと思います。先生だって物好きなものです。みなぎと2時間ぐらい足に合わせてね、そんな感じでね、簡単に踊れてね。彼女は夜人の中で想像しました。また補修正しました、ね、ほやほやなのでね、インプットするまでまだまだですね。多くのものが失われました。少しずつでも元に戻るということが何よりの願い。そういう意味でもブルーインパルスは心の拠り所となっているようです。物理的な復興はまだまだこれからですが、心の復興はゆっくりですが着実に一歩ずつ進んでいるように思いました。ブルーインパルス